はい、激辛マニアユッキーの今回食べていく激辛商品はこちら。じゃん。激辛ピリカレー。本格派カレースナック。これ売ってますよね。なんだっけ、駄菓子であります、これ。これの激辛じゃないバージョンがね、売ってますね。容量が 90g。うん。だって。天狗製菓。製造者が天狗製菓株式会社。京都市の会社です。これも確かダイソーか100円ショップで売ってたんで買いました。これちょっと初めて食べます。いただきます。これピリカレーだっけ？なんかピリカレーとかで駄菓子昔からあるよね。ん？あ！ん？おいしい。これおいしい。は、カレーの味、おいしい。これ普通にうまい。思ってるほどより、カレー味が強い。思ってるよりね、カレーの風味がすごいですね。うん。あ、これはすごい。うん。それでちょっと辛い。やっぱり。あ、結構辛い。うん。うん、うん、うん。これは美味しい。うん。すごい、カレー風味が。カレーの風味すっげえ強い。マジカレーや、カレー食ってみたい。これご飯のおかずできるぞ。あ、すごい。うめえ。いや、これはうまい。これはうまい。うん。ちょっとググってみましょう。あ、辛い。あー、だんだん辛くなってきた。あー、辛い。あ、この天狗製菓ピリカレー。あ、辛い！あ！あ、マジで辛くなってきた。あー、これ辛い！辛い！やべ、舐めてた。うわ。うわ、辛い、これ。これ辛い。あ、やべ、舐めてた。うわ、これはやばい。冗談抜きで。本当に辛い。殺しに来てる。あ、これは殺しに来てる。わあ、カレー、うわ、これ全部食えねえぞ、これ。これ全部食えない。まだこんなにあるよ。まだこんなにあるんだけど。辛っ。やばい、俺がこんなにカレーって言ってるってことは。これ相当だぞ。相当辛い。うん。
うわー。でもね、うまい。うん。ここまでね、あの、カレーのね、味が濃い、あのスナック菓子初めて食べた。すっげえ辛い。けどうまい。これあれだ。リーの30倍のあのカレーレトルトのやつ。あれのスナック菓子バージョン。ものすごい辛い。うわぁ！カレー！マジモンの辛さ。なんかね、粉がね、すっげーたっぷりついてんのよ。これ100円ショップのキャンドゥだな。キャンドゥっていう100円ショップがあるんですけど、それここで売ってました。うん。うわぁ。うわぁ、これ。しかも、辛い上に、あの、しょっぱい。うん。ああ、カレー！ Amazon でも売ってますね。3袋で1080円だって。なんだその、ぼったくりは。1個100円だったぞ、これ。辛っ。でも、うまい。うん。あ、いや、これはうまいわ。これは、マジで。うん。近年、まれに見る、ほどの、あの、辛い、お菓子。ここまで、あの、辛いお菓子は多分、近年、5年ぐらい多分出てないですね。うん。下手したら10年ぐらい、ここまで辛いやつは出てない。あの、国産のやつ。まあ、外国産は結構出てると思うんだけど。国産ので。こんなの出てない。めっちゃ辛い。舐めてた。しかもね、量が実に多い。あ、これ何グラム入ってんの？ 90 グラム。90グラム入ってる。いや。これ辛いの好きな人おすすめ。すっげえ辛い。あ、近年稀に見るほどの辛さ。
久しぶりにこんな辛いの食ったわ。お菓子で。もう10年ぐらい食ってないもん。こんな辛いの。これあれだな。うますぎて、これ激辛マニアの人は、買った方がいいぞ、マジで。しかも普通にうまい。うん。うまさと、辛さが、もう両立してる。鼻水が出てきた。すっごい辛い。うわ。うわ、カレー。これあれだぞ。これ俺が宣伝効果になってこれ売れるぞ、これ。ああ。これあれだぞ。この俺が宣伝することによって、これは激辛マニアの人、これみんな買い占めるんじゃない？うますぎて。うん。めちゃくちゃ辛いんだけど、めちゃくちゃうまいんですよ。ああ。この両立？すごい。手がね、パウダーだらけ。ものすごいパウダーがかかってる。あ、辛っ。この指舐めたらめちゃくちゃ辛い。うわ。辛っ。いや、これは売れる。うん。これはあれだ。初代の、暴君ハバネロに似てる。めちゃくちゃ辛くて、めちゃくちゃうまい。うん。マジで、量が多すぎて。きっつい。これ全部食うの。きついぞ。
あれ。だから意地でも全部食う。汗だく、汗だく。うぅ。もうね、舐めてた。ピリカレー舐めてた。ああ、こんなに辛いと思わなかった。だが、俺は、激辛マニアを名乗っている以上、これは全部完食せねばいかん。にしても量が多い。
これあれだ。罰ゲームクラスの辛さだ、これ。辛い。ほら。たっぷり。激辛パウダー。あとね、すんごくしょっぱい。うん。すごくしょっぱい。かなりこれ塩入ってるな。うん。すごいしょっぱいです。もうね、あまりの辛さに、脳が若干パニックってますね。あまりの辛さに。あんまり辛いの食べると、脳がちょっとパニックるんですよ。混乱するのよ。なんか、何考えてんだかよくわかんない状態になるよね。いやー、これはすごい。そしてですね、皆さん、一応全部は食べたんですが、驚きの事実がある。
それが、こちらです。じゃん。ね、全部食べたには食べたんですが、こんなに、唐辛子の粉がまだ残ってるんですよ。なんだこれは。この唐辛子の粉、何なんだよこれ。これほとんど唐辛子じゃねえか。なんでこんないっぱい残ってんのこれ。これを全部食えというのかね。仕方ない。ラーメンのスープと同じく、ね、全部ね、ラーメンのスープとかはね、飲む主義なんですよ。僕は。こちら、これです。こんだけの量が、まだ、あります。きつい。これはマジで、マジきちい。ああ。この激辛ピリ辛みんなね買ってみてください。これも義務しようかな。これ絶対やばいでしょこれ。なんだよこの量。これ絶対食っちゃダメなやつじゃん。これほとんど塩じゃないの。ほとんど塩とかいうパターンじゃないのか、これ。なあ。いただきます。うわっ。ほとんど塩だろ、これ。これ食ったら死ぬんじゃないのか。血圧高くなって死ぬんじゃないのか、これ。これ塩だぞ、ほとんど、これ。拷問じゃないのか、これ。これやばいぞ、ほんとに。このさ、作ってるこの会社、やべえぞ、これ。マジで。なんでこんな、もうね、僕のね、舌がね、危険だってね、言ってます。これは。これはね、これは食べるべきではないと。僕の舌がね、そう言っております。だがしかし、俺は負けるわけにはいかないんだ。もうね、ラーメンのスープとかね、レベルじゃない。恐ろしいほどの塩。
しょっぱい。ほとんど塩を舐めてるのと一緒レベルじゃないのか、これ。これ前代未聞だぞ、これ。俺今までさ、辛いの食ってきたけど、いろいろ食ってきたけどさ、ここまで塩辛いプラス、激辛なの、知らないわ。ちょっと水を飲みます。マジ死ぬ可能性がある。これはマジでやばい。こんなに死の危険を感じた、食べ物今までないですね。死の危険すら感じる。人間こんなにしょっぱいものをね、食べるとね、なんかね、なんか手がね、震えてくる。マジでやべえ、これ。これはちょっとマジで、悪い。二度と買わねえ。こんなの俺二度と買わねえわ。病気になっちまう。もうね、なんか手足が震えてくるというかね、頭がね、やばいですね。マジ死の危険すらある。最終的にあれだ。辛いんじゃなくてしょっ辛いになるね。これは。最終的にしょっ辛いの、あれがあるか。なんという隙を与えぬ二段構え。水を飲みながらでなんとか、食べられますね。これやばい。別な意味で水必須だ、これ。あまりにもしょっぱいの食べすぎて気分が悪くなってきた。
やっと全部食った。皆さん、これはひとし、絶対、良い子は真似しちゃいけない。これはマジで、血圧が、急上昇して、下手したら死にかねえっす。恐ろしくしょっぱい。これは激辛だおす。最高。俺が今まで食ってきた中の最高。最高値。150です。みんな、最後袋に残ったね、粉は食べないようにしてください。お疲れ様でした。死にそうです。